ちに。Thank you.
10月にここでやらせてもらって、でそこで何て言うんでしょう、なんか若いバンドがオリジナル曲やってて、でなんか勢いに任せて次はオリジナル曲でここに来ますって言っちゃって、無理やり作ってきました。強引な、いろんなとこからパクってるとかそういうことなしで、ちょっとね、大丈夫ですから、ちゃんと著作権法には触れてないはずなんで大丈夫です。あれだ、去年の10月やった時にあれですね、福島といえばゴージャス松野って言ったら、ここがシーンとして水を打ったようにシーンってなっちゃって滑っちゃったんですけど、さっきチュヤンさんと話しててゴージャス松野がすごくなんか盛り上がってすごく嬉しかったです。俺もいじって滑るんだよ。全く関係ないです。そういう話。あ、ここにいたの？関係ないってことで俺いじって滑るのやめてもらっていいですか？あ、今滑ったの？うん、大丈夫、見えてないから大丈夫。わかった、見えてないから大丈夫。うん。次はちょっと僕は研磨楽器を少々弾きますんで、ちょっとその配置替えの間、ちょっと告知的な何かちょっとなんか小笠原先生言ってください。3月の30日土曜日なんですけど、仙台の長町のリプルというライブハウスで、6時頃からですね出ますんで、ぜひ皆さん見に来てください。ちなみにどうやって行くかっていうと、まあ、仙台駅から地下鉄でブーって行って長町1丁目で降りればいいのかな。そこで地下鉄ブーって言うんですか？これちょっとイオンがあるちょっと不具合のある地下鉄じゃないですか？俺の中ではそういうイメージなんですよ。ブーンってイオンがあってちょっとそう、まあそんなことなんで、よろしくお願いします。はい、それでは AOR っぽい曲を無理やり作ってまいりました。飲んでません。アルコールは一滴も飲んでません。やってよろしいでしょうか。じゃあ行きます。背後の影が一回だけやってよろしいでしょうか。朝からやりまし、2連続です。いい曲なんで。すいません。時間多分余ると思うんで、もう一回だけやらせてください。一滴も飲んでません。それではいきます。ビリー・ジョエルになりたくて作ってきた曲です。いやそこで笑わんで。結構マジで作ってきたんです。やってもよろしいでしょうか。いきます。背後の影が薄れてゆく、光と影の踏み遊び、深い森の始まり、秋の風が流れてゆく、赤と土の帰り道、影の重なり気づく。
ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。あ、どうにかうまくいってよかった。一時はどうなることかと。あったかいですね、福島の皆さんね。いや、助かりましたよ。今日録画撮ってるんですけど、失敗したシーンはちゃんとカットされるんで、受けたシーンだけ、使いますんで、何事もなかったかのようにカットされてるっていう、そういう優しい、続いての曲なんですけれども、10月にやった時にちょっと、話に出したらぜひやりたいと思いまして、オリジナル曲です。セクシャルなビデオから出てきた熟女とラブコメを繰り広げるという非常にオリジナリティあふれた、もう一回言いますけど、非常にオリジナリティあふれた設定を音楽で表現しました。聴いてください。田園熟女。いや、そう笑うなよ。マジだ、マジで作ったんだよ。じゃあ聴いてください。田園熟女。絡まってる
ありがとうございます。次で最後の曲になります。じゃあ最後はありがとう、この予定調和の栄養ありがとう。最後の曲はあの小笠原さんのうなるベースから始まります。じゃあうなるベースからお願いします。ひでくり。ありがとうございました。